はい、今日は久しぶりに工事が着々と進んでる大宮店にやってきました。ちょっとどんな感じになってるのか見てみたいと思います。行ってみましょう。ちょっとご注意を、工事中なんで。じゃじゃーん、なんと照明がもうだいたい完成しているそうです。そして木の匂いがすごい。はい、で今日はあの田口建設田口さんに一緒に来てもらってるんで、はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、どんな感じかもちょっと見せてもらったら。そうですね、はい、一応ハニカムの状況が天井から吊るして、はい、もう全体吊り終わって、はい、表面も入れ終わって、なるほど、ほとんど取れたという状況です。調光調色ができるタイプの照明器具が24灯ついてます、はい、で今これ 100% で、白い、日中の光に近い形の照明、はい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 、蛍光灯の、そうですね、蛍光灯の色にをつけてます、はい、でこれをですね、ちょうど iPhone 一つで、はい、全部の24個の機械に Bluetooth のチップが入ってますので。あ、Bluetooth なんですかこれ。そうです。なのでこれで色を変えていくんですが、すごい、例えば今グループ分けしてあって、はい、この下の下に、下が 3メートルの高さ、はい、で高いところが3メーター500の高さになってます、はいはい、下の照明器具だけをちょっとオレンジ色、あ、バラバラに、わわすごい、はい、2700ケルビンっていう暖色、電球色と同じぐらいのものにして、全然中の印象違いますね。そうです。で上のものも、はい、じゃあちょっとオレンジ色にしてみますね。すごい。そうするとこれ全部電球色の形になるんですが、暖色系の色ですね。へー、外から見るとこれぐらいの、今のぐらいの時間帯になると、はい、すごく温かみのある感じに見えるですね。これでさらに調色もでき、はい、あ、調光もできるので、はい、色の照度を今の時間のためですけど、自由自在に、自由自在に落として、すごい、夜閉店して、ね、タイマー設定すれば12時ぐらいまではこう照度を落とした感じで設定するっていうこともいいかもしれないですね。暖色だと 100% するとちょっと暑苦しくなるので、少し落としてしまってもいいかもしれないです。か2段でこう色分けするかですね。そうそうそう、まあ、2段で色分けするよりも、はいはい、逆に言うともう6500ケルビンっていうすごく真っ白な状況から、はいはい、2700ケルビンっていう、こう電球色まで調節ができるので、あ、なるほど、真ん中ぐらいの絶妙な位置にした方が、うん、5000ケルビンぐらいの間にしてあげるとすごい 中間の色味、なるほど、になると。カメラだと勝手に補正しちゃって、多分うまくこの照度がうまく伝わらないかもしれないですけど、はいはい、実際車が置かれてこれでつけるといい感じになると思います。こんな感じで大宮店の照明、かなりこだわりのものがついてますんで、ちょっとオープンの際はぜひ見てください。はい、あとホイールの方もできてきてまして、はい、あ、なるほど、はい、ホイールのなんかディスプレイスペースもかなり仕上がって、わーすごいっすね。はい、のホイールがかけられるようになってます、はい、3段7列、はい、かなりの数のサンプルが展示できるんじゃないかなと思います。いや、これ全部ホイールつけたらすごいですね、インパクトが。そうですね、間接照明が入るので、はい、後ろから、あー、なるほどなるほどなるほど、光が照らせます。いや、全部 PCD のサイズを何種類もプレートを作ってるので、はいはい、あ、これがもうそのプレートなんですね。このボルトを取って、あ、なるほど、はい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 、はい、あ、もうこのダイレクト、例えば130って書いてあるんで、はいはい、ポルシェとかのホイールに合わせて、なるほど、これで120、はい、でプレートをかけたいものに合わせて、はい、つけてあげれば好きなところに好きなホイールがつけられる。じゃあもういろんなメーカーのいろんな車種用のホイールが常時展示できると思いますので、はい、ここもぜひ出来上がった際は見てください、はいはい、これダイレクトにつけられるように、もうネジ切ってあるんですね。そう、ネジ切ってあります。なるほど。ボルトが出てるものでも良かったんですけど、はい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 、ちょっとかけやすいんですよね。あ、けど前をナットで止めなきゃいけないから、はい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 、普通ボルトで止めますもんね。そうなんです。またナルトで見たときとボルトで見たときでちょっと印象がそう変わっちゃったりするので、ね、やっぱりボルトで止めた方が、はい、実際止める状態で止めた方がやっぱり、はい、なので一応ちょっと2人で受ける形になりますけど、はい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 、これになってます。ありがとうございます、はい、いや、すごい着々と仕上がっていってますね。そうですね、おかげさま、はい、ありがとうございます、はい。
いや、あのどんな感じか社長コメントいただければお見合ってます。ちょっともうちょっと明るい方がいいですか ね、 そうね。僕的にはなんかちょっと高校とこう照らすよりかはなんかちょっと適度な感じで、うん、まあでも調整できますからもうちょっと明るくても、一応この辺がフロントというかカウンターになるみたいです。カウンター？フロント？フロント。はい。こんな感じで。アメタン、アメタン20インチですねっつって受けたまりましたって感じ。はい。そんな感じで。はい。三組いっぺんにこうアメタン、マンソリー、ブラバスを商談できますみたいな。あんまり調子に乗ってると怒られちゃう。夕暮れとこの照明が確認。あと上がまたあれか、天井張るんだもんね。え、そうね、天井これなんですよ。あ、これだ。これで完了なんですか。はい。あ、これなんだ。ワイド。天井一回断熱材なんですね。これ断熱材のが裏に入ってて、結局天井剥がしちゃうと断熱材がなくなっちゃうので、このために今。グラスファイバーの銀のフィルムを入れたもので引いてその上に断熱材を入れたっていう感じなんです。これこのままなんだ。この感じなんです、シルバー。はい、というわけで今回は大宮店の進捗続きをお伝えいたしました。はい、もうちょっとかかりそうなんですけど、具体的なオープンの日にち決まり次第ご案内させていただきますんで、はい、まあ、ちょっとこんな状況なんで、まあ、ぜひぜひあのたくさんの皆様をお待ちしてますっていう感じではちょっとないんですけど、まあ、順次ちょっとオープンに向けてあの進捗はお伝えしていきますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。